おはようございます。アルファ7III に風防、自宅の風防をつけたのと、あとシューティンググリップがね、メルカリで買ったのが届いたので、せっかくなので散歩しながら Vlog が撮れたらなと思います。Amazon でこれ、ピンマイク用の風防なんですけど、300円しないぐらいで、まあ、10個入りのがあったんで、いい感じに切れたのを今回つけてみました。で、外でね、風あるときどうなのか楽しみです。ジャンクレンズ買ってきたんですけど、どうしてもこのカニ目が外せなくて、コンパスとかでやろうと思ったんですけど、もうしょうがないんで、あのカニ目レンズ買いました。それやっても硬くてね、ちゃんとできるかな心配なんですけど、 135mm の、3.5、タクマですね。本命は 2.5 がちょっと汚いので、これを直したいんですけど、1回テスト用に500円ぐらいで買えたんでね、 3.5 を直したいと思います。あとこれは秩父でもらった水ナラの木を炙ったやつをウイスキーにつけてます。昨日始めたかな、10日くらいしたら味見してみたいと思います。水ではありません。今日は夕方からちょっとお世話になってたカメラマンさんと大きな仕事終わった打ち上げがあるので、お散歩に出てます。ぜひ奥様もってことだったので、嫁ちゃんにも来てもらってます。ニコタマの川沿いはめっちゃ工事中です。ちょっと風吹いてますけど、風防効いてますでしょうか。ボフボフが入ってないかったら成功です。せっかくなのでちょっと自撮りもしてみてます。あれですね、ちゃんとこのグリップの方、ムービー録画中はランプが点灯してるんで安心して撮れますね。これ思った以上に使いやすいかも。あと C1 にはね、APS-C のクロップをつけてみました。これでね、ズーム、デジタルズームもレバーでできますけど、結構便利だなっていう感じです。なんだか多摩川大工事中です。無印でそば茶を買いました。あ、そば茶じゃない、ルイボスティー嫁ちゃんがそば茶で、僕はルイボスティーを買いました。なんか水のボトル欲しかったんだけど、給水器がなかったんで、じゃあいいやってお茶になりました。おー、妹さん、楽しい飲み会も終わってお花を買いに来ました。ミモザです。なんか今日はミモザを送る日らしいですよ。今日わからんけど。で、ヨミちゃんはユーカリも買ってます。家が華やかになりますね。はい、そんなわけで無事帰ってきました。レンズの調整は明日以降やれたらいいなと思います。いやでもこれね、カニ目使っても飽きそうにない感じがしたので、ちょっとどうなのかなって感じなんですけど、まあ一番の目的としては135の 2.5 の、スーパータクマが綺麗になれば一番いいので、こっちはね 3.5 なんで、まあ最悪直んなくてもいいかなって感じなんだけど、今後もオールドレンズ買ってみて、いろいろバラしたりだとかなんだなっていうのができて、映り試して遊べたらいいなと思ってるので、とりあえず明日もろもろ直してみたいと思います。では本日はこの辺で、それでは。